皆さんこんばんは。スレイザースピアやっていきたいと思います。さあ前回ね48ねやられましたね。いけそうな気がしたんだけどな。結構デフラグこんだけ積んでねいい感じだと思ったんですけど、しかもボスタイムイーターとね、まあ一歩及びませんでしたね。そして今回もディベクトやっていきます。うん、これだな。やっぱエリートあそこか。エリートあそこか。いけるかな。ちょっといきなしエリートはきついか。でもそこでここやっていくしかねえよな。はてなはてな。最初でどうにか倒したいよね。はいはい、いいカード。うん、ライトニング生成はいいですね。アップグレード、ダメージが増えるだけか。じゃあライトニング生成をタダにしましょう。こうやってね、弾を増やしていかないとね。それだけで攻撃手段になりますから。うん。特にいらないかな。はい。エッセンス。再起か。フロストの生成ね。こっちにしよう。うん、ストライク1個削除してパワーをプレイするためにライトニングか。これ地味に強かったよね。いけるかこれ。こいつか。こいつかってところで、これは飲んどこうか。再起。さあ削っていこう。よし、ひたすら攻撃。うん、痛いね。はい、デュエルキャスト。はい、いけ。オッケー。王者の枕か。はあ、ハローワールド。ランダムなコモンカード手札に加える。1個あってもいいかな。思い出した方がいいかな。パワーをプレイするたびにとは言ってもパワーがまだ1個しかないからね。ここは先に思い出しておきましょう。こいつか。こいつか。火力優先でいきます。そうだね。攻撃の方をしたいかな。はい。ここ乗り越えれば。ここ乗り越えればなんとかなるはず。空気を1枚手札に加える。はい、よし。多少はしょうがない。
それよりも短期決戦で行くからね。ああ。はい。倒しきれなかったか。これかな。6ダメージ、はい。ライトニング、お、ダークを生成する。うん、いらないね。宝箱は戦闘開始時10ブロック、開始限定的すぎるな。あ、王者の枕のおかげで全開になったね。ストライクはそんないらないかな。よし、もういっか。パワーをプレイするたびにどうすっかな。これをやって、これが現実的だね。ブロック、オーブ解放、さあ次解放できたらやつは終わるな。はい、アルゴリズム、えい、オリハルコンか、使えねえ、あんまし。だがしょうがない。どれがいいかな。再起ゼロで使えるか。こっちゼロにしようか。さあ行こう。はい、デュアルキャストでこれオーブやっちゃうのもったいねえな。うん、削り切れるかだな。6か、削り切れそうだね。これ使っとこうかな先に。はい、よし、でディフェンシブモード中に関しては雷で攻撃すればいいからね。はい、ああ、ちょっとそれ痛いな。ブロックを得ましょうか。はい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 、よし、でビーム一掃ダメか、ちょっと削りきれないね。はい、やつが防御に入りますか。はい、
よし、よし。こんなもんかな。おっと、ちょっと待って。はーい。攻撃カード。はあ。ダメージ覚悟でやっちまうか。おっと、ちょっと2回の攻撃は痛そうだね。はい、終了。うん、危ない。フロストダメージ、ブロックを得る、跳躍。よし、ライトニング生成、再起、ライトニング生成。はい、こんなどうか。あとはご利用していけるね。反響か。オーブスロットが空のままターンを終了したとき、フロスト1を生成する。使えるかなこれ。あ、待ってよ、フロスト1になっちゃった。あれじゃねえんだ。あー、もったいないことした。そんな、うん、このルート行きたいね。このルート行きたいね。環境化にしとこう。生成された。遺伝的アルゴリズム2回使っとくか。よし、7ブロック得た。パワーをプレイするたびにってあったっけ。あ、もったいないことしたな。まだつかなくていいな。放つか。よし、うら、よし、起動シーケンス。うん、ループね。ループ。コソ泥どもが。非常に厳しい状態だ。デュアルキャスト。はい。再起。はい。ビーム一掃。目つぶし、ライトニング使ってストライク。よし、やつが逃げようとしたところを逃がすな、逃がすなと言いたいけど、どうかな。うん、はい、撃ち抜いたな。オッケー。
ダークの生成。はい。うん。攻撃して。はい。ああ危ない。なんか使ってくるかな。よし。ダークの生成。ああループも使って、これも使っちゃうか。12ダメージ。はい。跳躍。はい。ダメージ。よし。デュアルキャストが来た瞬間。来なかった。あ、でもあれか。はい。痛いもんね。よし。コンデンサー。デフラグが欲しいとこだ。こいつは使える。たとえ HP が半分になろうと。ターンの最初にプレイするカードを2回プレイする。これ何が違うんだろうね。プラスのエセリアルってなんだろうな。あ、なるほど。廃棄しちゃうんだ。これは？あ、ずっと残ってるわ。恐ろしいな。ああ、コンデンサだろうな、まずは。はい。うん。下手にブロック使うよりオリハルコン使った方がいいよね。うん。ここは2の方の無形を使って反響化使ってブロックしましょう。で2回使うと。はい。いやー痛いねー。原子遺伝的アルゴリズム。よし、ハローワールド。ブロックブロックザップ。おーおお、ライトニング生成2回。うん、あ、エナジーが足んない。うん、せいだ。オッケー。デフラグとかが欲しい。こういうルートだろ。原子あ、ターン終了時にこのカードが手札にある場合は廃棄しちゃうんだ。使っても使わなくてもなくなっちゃうと。うん。ループ。おお、パンタグラフ。寝るよりも
ストームか。パワーをプレイするたびにつってもな。はあ、なんかいいのねえかな。これ強化しとくか。特別なリリックと的なプレード。特別なリリック、ここで捨てましょう。はい、解放。さあ HP 回復しておきましょう。アルゴリズム。ああ、で、こっちがなくなっちゃうから、こうすると。ループを使うと。はい、ブロック、ブロック。はい、ちょっと待っててね。30ダメージじゃもったいねえな。ダメだな、来ねえな。あーやばいな、大ダメージ食らっちゃうわ。いやー、まさかの。死ぬ、死にそう、やばい。こういう時に限って来ないんだから。余裕こいてる場合ではないな。はい、オーブ解放。やばい、 HP じりじり削られていくじゃん。やばい、4になってしまった。はい、そっち行った。はい、はい、危なかった。変なとこで死ぬとこだったね。さて、呪いを解除しましょう。あとここ行って敵か。はい、ここで私たちは全てがかかっているようだな。あ、原子2回使っちゃったし。2回使うならこれかな。ハローワールド、よし。ダークの生成を2回。フロストカード1枚引いて、デュアルキャスト。さあ、遺伝的アルゴリズムを2回使うぜ。
模型オイル爪で削って、さらにダークを生成。よし、ゾップデュアルキャスト、いいですね。デフラグ来た。よし、さすがに寝ないと死ぬからね。王者の枕のおかげでなんとかなってますね。反響か。こっからが勝負だな。2回使えるからな。大してだったな。はい、まあこっちの方を使う必要ある、使っといた方がいいな。買うなら何がいいか。ループを2回にするか。暗黒生成。コンデンサとか来ねえかな。デフラグとコンデンサ来たな。火力を上げよう。遺伝的アルゴリズム。コンデンサー。あ、これ廃棄になっちゃう。もったいねえ。まあ、しょうがねえな。再起を2回かな。デュアルキャスト。よし、削ったな。とりあえずこんなとこだろう。36ライトニング生成。24もあるから耐えられるでしょう。パワー、はい、やつにダメージ与えなくては。ダークの生成。ビーム一掃で何かカード来ないかな。デュアルキャストか。ライトニング生成。いけ。さあ。何を使うかな。はい、で原子、はい、加速してもしょうがないもんね。さあデュアルキャストとかが来たら解放。106、クリエイティブ AI、 ランダムなパワー。私はこちらを選びます。タイムイーターだ。よし、次こそは、次こそは。このハテナを通っていこう。ここだ。うん、15か。いきなし痛いな。オーブ解放したのもったいねえな。12しか与えらんねえわ。何かない？うら、これ廃棄されちゃうのもったいないね。ライトニング生成アタック。
再起。これでどうだ。まだ残ってるよ、ダークがね。遺伝的アルゴリズムがあればなんとかなるね。これをやってループ。まあ原子を使うよね。暗黒の生成でいけんじゃんね。きた。コンデンサ、まあ最初はこんなもんだろう。あの爆弾はどうにかしないとやばいね。どうにもできてないけどな。やべえな、次爆発しちゃうじゃん。倒しきれないな。60防げないよ。60でしょ。トカゲの尻尾なくなっちゃうけど。ダメだよね。あ、意外と頑張った。暗黒、もったいないことしたな。おんよ、あぶねえ、不正だ。再起93。あとはデフラグとあれがあればいいな。厄介なのいんな。ハローワールド。ダメか。これを使う。目つぶししてもしょうがないけど、まあ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 。ライトニング生成。攻撃。ダークの生成。どうすっかな。オーブスロット1個失う。弱体には与える。はい、ループ。集中力2を得る。弱体与えて、こっち使っとくか。締め付けのダメージが痛いね。これに1使うべきか。目つぶし、締め付けがやばいんだよな。よし、ここで原子を使いましょう。ビームセル弱体再起。よし、ブルズアイか。ロックオンダメージは欲しいかな。呪いマイナス2って書いてあるね。いや、どれかしか選べないの。このあと商人2回寄る予定なんてある。あるね。さあ、これがどう響くか。
1枚複製か。どっちがいいかな、複製すんの。コンデンサー、コンデンサーの複製した方がいいかな。デフラグの方がいいかな。いや、コンデンサーにしようか。よし、まずここでいらない呪い1個、邪魔だよ。これ使えそうなの全部買っとくか。休憩時のやついらねえな。山札からスキルを1枚選びか。スキルか。いやー、これに使うよりも次にしよう。火事デフラグやっとこうか。6ターンごとに無形1を得る。いいね。はい。いやー、敵か。1ターン目は大丈夫だな。はい、ダークの生成。エセリアルじゃないから問題ないんだね。なくなんないね。はい、コンデンサこれも使っとくか。ほらよ、よし、防いだね。次50か。はーい、よし、オッケー。うまく防げてますね。60よくない。しかも3枚までしかプレイできない。3枚までしかプレイできない。50に下がったけど、ちょっとあれだったね。あー、やばい。トカゲの尻尾使ってないよね。あ、原子があるね。よし、あとはデフラグ、ザップ、デュアルキャスト。まあ、何使ってもしょうがないけどね。はい、よし、なんとか防いだな。危なかった。デフラグ、寝るぞ。やられるわけにはいかないんだ。これ良さそうだね。で、ここ行って、ここ行って、ここ行く。で、タイムイーター。よし。呪いはいらないぜ。オッケー。あとなんか使いになる？敵のブロック破るたびに。ほう。最大 HP 増やした方がいいな。タイムイーターか。カードの枚数に限界があるんだよな、使える枚数に。まあでもないよりマシか。どこで使うか分かんないしね。
マジか、HP6 失う。まあいい、ここで寝ればいい。よし。さあ行くぞ、タイムイーターへ。はい。いきなしね、使えるカードがなかったね。ライトニング生成。はい。クリエイティブ AI か。あ、原子使っちゃうか。いや、どっちがいい？ランダムなパワーもらった方がいいか。ここはこれを飲んどこう。これだな。次4枚だね。4枚か。4枚ね。21モロで食らっちゃうけど。はい。10でしょ。はい、あと1枚だね。デュアルキャスト。さあタイムイーター、クリエイティブ AI 増やすよりも、うん、ループ。あとは目つぶし使わなくていいでしょう。コストゼロにね。ちょっときついね。はい。これ使うよ。これだな。よし。OK。27か。デグラグ。集中。ああ。これだな。よし、凄まじい火力だ。負けるわけにはいかない。いけ。パワーを引くたびに増やすね。で防御使うと OK、 強制終了。倒しましたね。で、多分この鍵3つ揃ってるからいけると思うんだよね。どうだろう。どう？ほら、扉に近づく。さあ、開きました。終点。ボスと2回連続戦闘なんですね。我々が頑張んなきゃいけないのは、ライトニングの2の生成。こっちにするか。いや、火力を上げる方が重要だよな。よし、こっちで行くぞ。ダブルエナジーがこんなとこにあった。最後の最後だ。あ、なんもね。金取っときゃよかったな。私は猫が好きなんだ。さあ、行くぞ。ほう。なんだこれ。え、ダメージやばくね、いきなし。そんなやめてよ、いきなし。
痛いね。やけどかよ、しかも。なんとも厄介な。30って。防ぐ手だってねえけど。食らうしかねえな。20まで防いだ。おーおお。ちょっとやべえんじゃねえか。あ、もったいね。ダブルエナジー。ああ、意味ね。削ったは削ったけど。はい。おお、痛い。やべえな。削れるカードが全然来ねえな。ループ。長期戦だな。長期戦にしてはね、こっちがやばいね。どっち倒したらいいんだろう。よし、アーティファクト消したね。ホコタテどっちかを先にやんねえといけねえな。うん、デフラグ暗黒。よし、耐えるぞ。こいつを待つんだ。このダークを、ダークを待つっていうか、ここはここで防げるね。よし、着実に減らしてるね。決定打のカードが欲しいとこだね。マジか。はい、ビーム一掃、再起、うら、よし、削ったな。一匹削ったぞ。暗黒ライトニング、いけ、目つぶし、オッケー。危なかった。アタック、これだな。さあ、最終ボスです。なんだこれ。さ、最高300しか減らせないってことか。ん、今なんか食らわなかったか。カードをプレイするために1ダメージ受けるって、マジかよ。え、やばくね。やばいんだけど。え、そんな1ダメージってそういうこと。俺あと5、あと48ターンで死んじゃうんだけど。何何何何、60って。やばいね、有効弾ねえな。1×12。よし。うん。よし、削れ削れ。おーおーおお。ダブルエナジー使ってもしょうがねえな。ただ、これで30与えられるね。うら、下手にカードは使えないですね。
4×12 空虚か。やめてもらおうか。よし、こいつらにかかってんな。おーおお、42か、42か。はい、やるしかない。あー痛い、やばいね。デフラグループブルザイ、よし来た、影に勝った。よし次だ、頑張るぞ。 6×12 は良くないね。1×12 って、これを使うよりも。すげえ、1ずつ食らってるからライトニングが半端ないな。すげえことになったな。何をするのがいいか。クリエイティブ AI、 ランダムなパワーを手札に加えるよりも削り切る方が重要だよね。え、ちょっとブロックってそういうことかよ。ターンに300しか与えられないからだ。コンデンサー。待て、2ずつ食らうってやばくねえか。死んじゃうぞおい。やばいね。46。うん、考えろ。原子を使うのは決まってんだけど。ライトニング生成。原子。あーやばいね、これが限界か。いけるか。よし次のターン。よし勝った。あぶねえ。貫きましたね。いやー勝利しました。ベータカードアンロック、アンロック全部しましたね。感情制御から強制ウイルス、データディスク続行。はい、ということでね、こちらが真のエンディングということになりましたね。まあ、ディフェクトのあの方は要は脱出、塔からっていうかな、脱出したということでしょうかね。いや最後ギリギリの戦いでしたね。問答無用で HP 削ってきますからね。ただ無形があったおかげで直撃は免れたのと、あと敵の多段攻撃がアダになりましたね。こちらのカウンター攻撃がうまいこと決まって、場合によってはトゲとかもあると良かったかもしれないですね。
1×15 弾とか12弾打ってきて、トゲだったら30いくつ食らせられますからね。まあ、ということでね、とりあえずエンドロールを見て終わりにしたいと思います。終わったのか。塔は眠りにつく。なんでしょうね、この意味深な。ならば私は。というところでね、無事に、あ、ちゃんとクリアですね。クリアになりました。いやー、やっぱね、これとデフラグ強化してたのが良かったのと、あと最後の方に入れたね、これね。これによって敵に大ダメージを与えることができましたね。ベータアートってなんだ。あとはこれも良かったですね。うまいことこれが決まりました。あれがもしかしたら左側の方行ってたらダメだったかもしれないですけどね。これでコストゼロにしたおかげで、これを2回使いましたからね。ライトニング、しかもプラス3を2回生成して60分の、まあ、火力を得たというかね。あと何といっても役に立ったのはこちら原子ですね。で、途中いくつか強化してたので、
任意のタイミングで使うことができましたね。まあこんなところでしょうか。枚数も34枚、やっぱこの辺りですね、枚数的には。ということで、次回以降はどうしようかな。カスタム、ああいろいろあるみたい。エリートはより多く出現とかね、こういうのができるみたいで、最大レベルダブルボスとか書いてありますからね。シールド的なんかいろいろありますね。まあ順当に行くのであれば、このアセッションやっていくのが、まだ1からいけないですからね。チェック入れたらできるのかな。エリートがよく出現、まあこれをちょっと遊んでいくのもいいんじゃないかなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。